改めまして、はじめまして、大手町脱 OL 愛ある雅子先生こと LPGA ティーチングプロ渡辺雅子です。はい、で今日はですね、普段の練習場ですとかゴルフ場とは違う環境におりますので、大変緊張しております。お聞き苦しい点もたくさんあるかと思いますが、お許しください。さて、皆さんにお尋ねします。ゴルフをやる方は、今日の会場の皆さん、どのぐらいいらっしゃいますか？ゴルフやる方。ありがとうございます。結構手が上がりましたね。では、今はやってないけれども、やったことがあるという方はどのぐらいいらっしゃいますか？ありがとう、さらに背が上がりました。ありがとうございます。全くやったことがないよという方は、はい、ありがとうございます、うん、安心してください。やったことない方もゴルフのねプロが来たからといってゴルフのスイングなどの話はいたしません。多少私のですね経験などゴルフのお話はさせていただきますが、ゴルフをする人にとってはゴルフの話はしないんだとがっかりしないでください。今日は皆様のお手元にある資料のようにですね、テーマ、毎日の生活でも使える生き生きゴルフ活用術です。実は皆様のお一人お一人にとってとても大切なご自身のお体のことについて理解をしていただきたいと思います。そのことが実は皆様の健康向上につながり、またゴルフ向上にも実はつながります。ご自身の体の使い方をして元気に笑顔になっていただければなと思っております。で、実際に昨年の6月浅草ロータリー様の宅話の際にですね、坂田様、橋本様、小田様が少し私の雅子マジックにかかっていただきまして、今回皆様本庄ロータリー様のこちらの会で宅話をさせていただく機会をいただきました。ありがとうございます。で、浅草ロータリー様でさせていただいたことを少しブラッシュアップして今日お話しさせていただきます。ではどうして今日私がこのテーマを講演させていただくかというと、自己紹介とゴルフの有効性を絡めてですねお話をさせていただきます。二十数年ほど前まで私は皆様と同じ席におりました。で、初めてのスコアが143回でした。そんな私が何か、まあ、26歳頃なんですけれども、まあ、突然変異のようにプロになるにはどうしたらいいんだろうと一人調べて、根拠のない自信だけで道なきを切り開いて、本当に大好きなゴルフの道を真面目に今も歩んでいます。本当にゴルフは奥が深く、本当にですね更新作業には終わりがありません。毎日たくさんの気づきをいただいています。私が学んだこと、気がついたこと、一生懸命お話しさせていただき、少しでも身近に皆さんにとって感じていただけたら嬉しいです。で、また今日はですね聞くだけではなく参加型、体験型の宅話とさせていただきますので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。私が所属する LPGA について少しお話しさせていただきますと、先ほど、レディースプロフェッショナルゴルフアソシエーション、ゴルファーズアソシエーション、日本女子プロゴルフ協会で小林博美さん会長のもと、今約1200名の、女子プロの会員がおります。で、その中にはトーナメントプロと私が所属するティーチングプロの2つの、会員がおります。で、 TP とGBD 部門という部門があります。 GBD というのはですねゴルフをビジネスにする、まあ、ゴルフビジネスディビジョンというふうになっています。次にゴルフの有効性について進めさせていただきます。レジュメのそうですねありますよね。で、私は皆さんどんなことが思い浮かびますでしょうか。私は3つ浮かびました。2017年11月のある日ですね、私は同じ埼玉の所沢に在住しているんですけれども、上空すごくヘリコプターがたくさん飛んだ時があったんですね。11月のある日、何なんだろうと思っておりましたら、なんとその日は日本の総理大臣
当時の安倍さんと安倍首相とアメリカの大統領トランプ大統領、そして松山プロがですね、我が家から近くてでもなかなか行けない遠いゴルフ場、東京のですねオリンピックの会場にもなりました霞ヶ関カンツリークラブでゴルフをしていた日でした。そうです、一つ目はゴルフ外交です。この後企業様でもゴルフ活用の復調の兆しがありました。私は、プロの活用の方法としまして、接待ゴルフの際にお客様のレッスンやプロアマラウンドなど楽しく一緒にラウンドをしながらワンポイントアドバイスをするなんていうことも考えられます。でまた接待で実際にですねレッスンしたことあるんですけど、失礼のないようにと若手の社員様向けにエチケットとかマナールール講習、講習ラウンドレッスンなどもお手伝いもしたことがございます。2つ目はコミュニケーションツールとしてのゴルフ、仲間作りも浮かびました。いろいろありますが、例えば私がゴルフに出会ったようにゴルフのレクレーションですよね、社内のコミュニケーションの活性化にもつながると思います。エチケットマナーさえしっかりしていれば世界中どこの国へ行ってもゴルフというのはゴルフ場がありましてプレーを楽しむことができます。そして仲間を作ることができます。日本では初めてお会いした人と最後はお風呂で裸のお付き合いなんていうこともありますよね。企業様のファミリー会でのゴルフを用いた勉強会やプロアマラウンドの会をですねお手伝いした時がありまして、その時は後輩の女子プロ3名と私と4人で一緒に回らせてもらって、一緒に楽しく勉強なんてですか講習をしたことを翌日に研鑽をしたという、そんな一発的な会をいただいたこともあります。で本日3つ目、ここですね、皆さんにお持ち帰りいただきたいのがこちらです。ゴルフで健康向上です。私のモットーはその方の体の骨格筋肉などの使い方からゴルフスイングにアプローチするのが実は得意なんですね。このことが皆様のゴルフ向上と健康向上につながります。余談ですが、最近では認知症予防にゴルフが役立つと発表もされているんです。2020年にウィズエイジングゴルフ協議会のシニア向けの講習会にも参加させていただきました。私は3歳から88歳の方にレッスンの経験があるんですけれども、ゴルフをしている方は年齢不詳で若くて生き生きしています。ゴルフが好きだから健康に留意するのか、はたまた健康だからゴルフが大好きになるのでしょうか。いくつになってもほとんどの方は今より飛ばしたい、飛距離アップを、したいということでレッスンに来ていただくことが多くあります。なぜゴルフ向上と健康向上に私がつながったかといいますと、実は私28歳でゴルフ場の研修生になりました。 OL を辞めて自分のゴルフの向上をですね目指す中で、自分の体ってみんなと違うのかなと思ったことがたくさんあります。なぜならば皆さん言われたことがなかなかできないってありません？そうなんです、自分全然できなかったんです。また今より上手になるために練習に励んでいたんですが、ある時クラブを振り下ろせなくなってしまうという状況が陥りました。聞いたことありますか？イップスっていう言葉、バックスイングしてトップにここまで来たら降りなくなっちゃったんです。で下ろした時にドテッて地面を叩いちゃうなんていうようなすごく嫌な経験をしました。すごい苦しい状態です。余談ですが、このイップスっていうのは実はですね、脳がそれ以上その動きをしちゃうと体が壊れちゃうよ、怪我しちゃうよという動きを制御する指令を出すそうなんです。ですのでイップスというのは逆にそれ以上、違った動きをしてるからやめなさいっていうシグナルになります。でまたあと研修生時代ですね、スイングを
観察していますと、なんだか肩をこう縦に動いているような人と横にこう動いているような人、回転するじゃないですか。そういうふうに見えたんですね。あんまりゴルフ知らないで入ってますから。でどれが正しくてどう動かせばいいんだろうってすごく不思議に、思っておりました。で私取り組み出したのが、自分の体をパーツごとに動けるようにすればいいんじゃないかと仕立ててみる努力を始めました。で今も体のそういう動けるようにですね、整えてもらいまして、トレーニングなどもしております。でレッスン始めた頃なんですけれども、よく腰回してくださいと言って腰を使ってって言うと、うまくできる人とできない人がいたんです。ピーンと来ない人がいて、そういうお客様にはじゃあ腰ではなくて膝を使ってって、膝使ってってお伝えしたら、その方はうまく回転できたんです。あれって思って、なぜだろうというやっぱ不思議なことが起きたんですね、私の中で。だから疑問だらけで、何が正しくて何が違うんだろうっていうように。である時、フォースタンスという身体理論に出会いまして、女子プロの先輩方と学びを深める機会を得て、あ、そうなんだ、やりやすい動きができないことがあることを学びました。で今ではなるほど、そうか、そうなんだっていうことが腑に落ちまして、今日皆さんにシェアをさせていただきたいなということになっております。ですのでゴルフをする方しない方でも、どちらの方でも楽しく学べるように、今お手元の資料にございます10項目を題材にさせていただきました。普段何気なく行っていること、それをそれでは今から楽しく検証させていただければと思います。皆様よろしいですか？10項目ありますよね。では皆様参加型ですので、ぜひぜひ参加してください。体験していただければと思います。ではご自分の体の使い方ってどうでしょうかということで、まずご起立してください。では2本分の足幅に立ってください。広くじゃなくて、指2本分の、大体でいいです。指2本分の幅で立っていただいて、つま先でもなくかかとでもなく、ご自身の両足の土踏まずってありますよね。両足の土踏まずの上にご自身の頭が乗っかってるよって意識していただけますか？はい。で肩を上下動してください。はい、 OK ですね。ストーンと落ちますよね、地面に垂直で。お尻の線滑も地面に垂直でいていただければと思います。実はこれが正しく立ってるということになります。ほう、そうすると、失礼します斉藤さん、こうやって胸をポンと押されてもフラフラしないんですよ。失礼します。そうで、これを皆さん昔から子供の頃から習ってた、気をつけって胸ちょっとうんってこうやってやってみてください。気をつけって張るじゃないですか。そうするとほらほらわかります？これきちんと立ててないんですよ。気をつけって逆に、軸崩されちゃって立ててないということなんです。正しく立つっていうことは、もうご自身の中で両足の土踏まずの上に頭があるよって思うだけで結構です。それでこれがご自身がきちんと立ってるっていうことになります。でそこから、じゃあみんなでちょっと肩回ししてみてください。前回し、はい、ちょっといいですか、私も上着脱いで後ろ回ししてください。どうでしょう、はい、楽しく、ここから楽しくいくと、どうでしょう、やり、皆さん前も後ろもできるはずなんですけれども、なんかやりやすい方とやりづらい方ってありませんか？私は後ろの方がやりやすくて、前の方がちょっとなんかこう抜けちゃう感じがするんです。今はそこまで深く考えないで結構です。やりやすい方がいいなと思って、私は肩が外に回る方が気持ちよく。じゃあそこから、はい、皆さん体操始めますよ。いつでもどこでもできる。はい、土踏まずの上に頭が入ります。私は皆さんとは逆の方向でやります。はい、右手が左です。はい、右手が左、こっちが右です。そうそう、はい、そうで、今右肘の位置を覚えておいてくださいね。この、で、
体操します。ちょっと体操です。ちょっと目覚めのために、はい、右左左右で、この時のポイントは皆さんこうやって頭が動いちゃうと思うんですけれども、動かさないでなんとなく正面を向いたまんま右左って左右にただ触れてくる。左右、回ればいいです。右左と右左と右左といいですよ、うん、回れば体を回してくださ 右左、はい。で、今度は上下動いきます。上下動、うん、このまんまと自分ができる範囲で結構です。はい。で、今度は縦と横の複合で、今度は8の字を書いていただきます。8の字やったことないかな。8の字これが先ほど肩がどっちがやりやすいですかって言った、私は外回りがやりやすいので外でこう無限の8の字を書いていそうですよ。あ、いいですよ。今自分ができる範囲で結構です。おはい、ありがとうございます。くねくね体操しましたね。はい、じゃあ2セットします。はい、ではそう右、今右肩こういうふうにやりましたね。手をもう一回チェックしましょう。やった、緩んでますね。おお、わかります。右肘がちょっとでもさっきより入ってきません。あ、もうここ感動してもらうところ。わかります。うん、はい、じゃあ逆行くよ。はい、左手が今度。今きつい方はもうここで入ってもいいけど、自分ができる範囲で行きます。で、正面見たまま左右に右左右体を回してください。うん、いいね、皆さん。楽しそうにやってください。はい、じゃ今度上下動いくよ。そうです。はい、上下動、はい、今こうやって頭を触れない方がいい、なるべく今できる範囲で結構です。はい、じゃあ8の字、はい、私は後ろ回しやりやすいです。前回しの方もいらっしゃると思います。また後で実証しますから。はい、チェックしましょう。はい、左肩、せーの、よいしょ、チェックしましょう。おー、おかげで少しでも肩が入ってくれば肋骨周りとか肩周りが中に緩んでるんですよ、実は。そうすると、まあ、ゴルフでいうとテイクバック、フォローでいうと肩が入りやすくなるし、で、あのゴルフしない方は、まあ、いつでもどこでもできますので、自分のこの辺の肩周りがすごい柔らかくなって、この首が痛いなとか肩痛いなとかやるなっていうのも解消されます。ぜひいつでもどこでもできるのでやっていただければと思います。はい、簡単なことです。で、これがもうまだ始まったばっかり。では皆さん椅子の前に座っていただいて、そう、まず立っていただいていいですか。そう、そう、ちょっと私もいいですか。皆さん今せっかく立ったままですよ。まだ座ってはいけません。で、立ったまま皆さんいいですか。土踏まずのように頭があることを意識していただいてますよね。で、ここから今度座ると、正しく座るというお話をに移行しますね。で、このまま何も考えずに普通に座っていただいていいですか。よいしょ、はい、うん、綺麗ですね。皆さんすっごい綺麗に座らせて、はい、じゃあ立ってください。って言うとすぐ立てますね。わかります。土踏まずのように頭がありながらゆっくりもう一回近くしてください。そういいですね。で、この時に皆さんお気づきの方いらっしゃいます。私をずっと見てるからかもしれません。中にはいいですか、こういうふうにした時に膝から曲げる方とお尻から曲げる方がいるんです。ここで気づいてますかね。わかります。もう一度お立ちください。ゆっくりいいですか。まずお尻をこうね、初動ね、お尻をこういうふうに向きながら座るタイプの方と、わかります、はい、膝をこう折って最初に折ってお尻を抜く感じになって座る方と、あれどうでしょう、ご自身はどっちかなっていうのを今聞いてみたかったです。今もう自然でしょ。どうですか、お尻の方いませんか。お尻ですよね。いいんですよ。ですよね。わかります。もうここで愛入れられないものが。
わかります。このまんま私はお尻をこういうふうに行くんです。お尻をこう自然に、これが私の気持ちがいい動きなんです。自然にやると膝でしたよね。わかんない。そうなんです。皆さん頭考え出すからね。そう、こう普段何気になくやってるんですけれども、これすごい大事なことです。膝から膝をちょっと折ってからお尻っていうタイプの人と、お尻からこういうふうにして座るっていうこと、2通りがあります。うん、もう本当に自然にやってすると自分が膝かお尻か、だからこれをゴルフのアドレスにするとお尻か小膝かっていうあれでも全然安定度が変わってきちゃうよっていうことなんです。うん、わかります。ゴルフやらない方は、うん、自分がこういうふうにやれば、うん、立ったり座ったりが簡単だよっていうことです。でじゃあきちんと、まあ、座りました。そうしたら今度皆さん膝をちょっと自分の膝をですね内側にこういうふうにして、さっき立ったら座ったりできたよ。内側にこういうふうにして立てます。私は立てないんです。そう、立てる人は立てる、立てない人は立てません。私はこういうふうに内側に巻いて、内側にこういうふうにしてしまいますと立てません。うわってここで詰まっちゃいます。はい、いいですか。で今度は逆に外側にしてみましょう。外側にで外側にすると私は立てるんです。わかりますか。座ってて、座ってて内側にして外側にして立てる、立てるよ。ですからそうここの、まあ、膝よりちょっとももの、まあ、ちょっと足の付け根の方がわかりやすいと思いますけど、ね、こうやって立っちゃう、立てる人と立てない人と、うん、両方立てる。いやいや、私は外側が立てる、内側になると詰まっちゃう。ですので私はさっき言ったその肩回しなんかは外側で整うといいよねっていう話、そういうところがつながる使い方。うん、わかります。つながりました、さっきの肩回しと。うん、これ両方か、両方 OK なの。両方、もちろん皆さんできるんですけども、あのやりやすいやり余計に水泳だから。はい、で今度じゃあ皆さん、物をですね、床から拾うときどうしますかって。私このボールとかこう拾うときに、まあ、あるときちょっと大先輩 の、 あの清本さんの前でボールじゃなくて何か物が、清本さんの前でこうやって取っちゃったんです。こうやってそしたら、あーた横着ねって怒られたんですけど、私にしたら、わかります、こうやって取るのが気持ちいいんです、めちゃくちゃ。わかります。うん、皆さんはこういう方も中にいるんですよ。膝を抜いてからこうさっきの椅子に座るの時と同じ、どうでしょう。で考えたことないです。やってみてください。そう、じゃあ曲げる楽だろ。でしょ、膝が必ず体が大丈夫ですよね。お尻こうやったらできませんね。こうやって何するやん。こうやってちょっとそう、わかりました。わかりました。正体膝、わかります。皆さん何か物を、こうやって何でも物を取るとき、私はこうやって初動でおしっこで腰を曲げてから取るんですよ。楽だもん。それが楽なの、私はね。でも膝の人は楽じゃないですよね。そう、ほらもう負け。膝を抜いてから、そうで腰痛だよ、腰痛にならないようにしてねっていう。で必ず膝を折って腰よって言われると、私はとてもじゃないですけど逆に具合が悪くなっちゃう。わかりますか。体調どっちですか。やっぱ膝です。やっぱいや、そうそう、膝なんです。さっきの椅子の座り方も、いや膝からですから折れてます。わかりますか。
かりますね。ということで